京都さん、今日は BK 大会です。あら、松岡です。松岡さんは TOKIO の朝の5時まで飲んで駆けつけてきました。今日ね、村瀬さんに呼んでもらって、そうですね、大会ファンデさあ、今日はですね、村瀬さんに呼んでいただきまして、さっきもそこ撮ってなかった、ちょっと声入っちゃった、あと声入っちゃった。今日はですね、誰に呼んでもらったんだっけ、村瀬さんに呼んでもらいました。浦和レッズ その企画した、まあ、PK 大会ですね、それを、まあ、受けたいと思います。チームメイトは誰なんですか、はい、今日はあれユウトがいます。ちょっと待って、チャオ。 PK の名手いなくない、今日スカスで有名な、スカスで有名なアジアカップ、長友さんがいるけど、アジアカップであの宇宙開発した、宇宙開発したですよね。あれ PK の名手のやっとさんいないか、戦力外通告でした。そうですね、すぐにコロコロしちゃうから。そうなんだよね。しかもね、今日結構40チームぐらい出てるのかな、これ。そうですね、ね、その中で1回戦目の相手がまさかの身内だったっていう。そうです、はい、アリさんね、はい、ちょいマネジャパンにもいる、はい、ということで、じゃあ、まあ、もしかしたら1回戦でコロッと負ける可能性もありますけど、はい、負けたらすぐやりましょう。そうですね、はい、行きましょう。お願いします。すごい上手、すごいね、あ、すごいね、気持ちはカタール行ってます。そうですね、気持ちはカタール、もう行っちゃってる、もう行っちゃってます。部活なんだっけ、部活、小中高卓球部でした。なんでやねん。中野も卓球部、香川ソフトテニス部でした。高原ですが、各ゴール始めてください。いただきます。松岡来たよ、松岡さん。シンジ頼むよ、うん、左利きかい。ないんだよ。お前、シュートすな、お前。
まぶか君止めて。止めよう止めよう。よっしゃ、よっしゃ、やったぜ、やった。あ、守る、危ね、危ね、危ね。ありがとうございます。伸びしろ、ありがとうございます。よっしゃ、止めれば勝ち、止めればいける、止めれば勝ち。エントリー費払ってくれたから、お金払ってくれたからありがとうございます。決めます、決めますよ。ありか、ありか。うわぁ、よっしゃ、わざとだろ、わざとだろ。松岡さん、お願いします。滑るようになってます。あ、やっぱ滑る、滑る、滑る。よっしゃ、よっしゃ、ブラボー、ブラボー。ちゃんとうまい、ちゃんと入れてる。こっからが怖い。こっからですよ。やった、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 やった。ごめんなさい、本当に。あともう1個欲しいんだ。よいしょー、ナイス、ナイス、ナイス。あ、いいね、オーストラリアのゴールキーパーみたいな。おーよーよいしょ。貯金がいいよ。歩き方待とう。いや、見るって楽しい。見るって楽しい。出番なかった、出番なかった。ずっとこうやってた。中尾に回すのが作戦通りです。秘密兵器じゃない。はい、はい、こっち行きます。偽物の力見せよう。よろしくお願いいたします。バブカ君いけるよ。うわー、うまっ。揉めない、揉めない。終わってないから。
バブカ君いけるよ。よっしゃいけるよ、二郎さん。YouTube に上げさせない。よーい、まいまい。笑わそう、笑わそう。バブカ君いけるよ。よーそう、やるよ、作戦。真珠行け、真珠真珠真珠、いいよ。アジアカップ思い出す、アジアカップを。おお、真珠見たことある、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 見たことある。同じことやってたね。止めるよ、いけるよ。止めるもある。よお、俺は？え、決めれば。決めたら勝ち？決めたら勝ち？決めたら勝ち！アモーレさん、決めたら勝ちよ。アモーレ。あ、いいでしょ。あれタイミング。嘘！やった！ごめんなさい、なんかそんなことある。そんなことある、やっとそんなことある。やっとサンバリのコロコロ PK。 何がアモーレや。長友あんなコロコロシュート打たんよ。本物の長友選手打たんよ。毎回鍛えるな。これ勝っちゃダメでしょ。いや、本当に勝っちゃダメでしょ。ありがとうございます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 。よし。いや、さすがにうまいな。うまい、うまい、素晴らしい。いやー、ちょっとうますぎるな。エンタメ、エンタメ忘れずに。よー、うまい、うまい、うまい。ブラーボー、ブラーボー。オッケーです。全部入れてます。これ止めたらでけえけどな。いやー、難しいね。真珠。真珠。真珠いけるよ。秘密兵器。で打ち上げ場所も確保してるから。よくやったよ。全然怒れない。胸張って帰ろうぜ。さあ、ということで
ベスト4ですか。結果どうですか、はい、ベスト4すごくね。しかもあの、はい、浦和レッズ OB チーム勝っちゃう。勝ちましたね。奇跡みたいな。奇跡ですよ。いや勝っちゃダメなんですけどね。でその後、はい、あのアリとかが所属してレボリューションズに惜しくもちょっと勝敗、いや惜しかったですね、1点差ですよ、はい、いや僕がね今まで外したことなかったんで。確かにやっちゃったんですよ今日。やっちゃいましたね。そうですね、俺も最後の最後でやっちゃった。すみません。今日の MOM だからね。あ、本当ですか。ええ、いやコロコロ PK でしょ。コロコロ PK。今日中田秀さんも来てるかもしれない。はい。まあ確かに。まあ僕自身も。なんでタオル巻いてる中田。まあ確かにね。まあ僕自身も、まあ、今デニムっていうものを着て蓄電池を持ってるだけれども、まあ日本酒持ってるだけれども、まあアメリカ戦を思い出しましたね。まあ僕から言えることは真珠に関しては。赤選手に関しては半身で受けて半身で進めて、なるほど、まあ、これを非常に、はい、極めてほしいなと思います。日本のルール、だけれども、エンタメでもしっかりと点決めてくれる。めちゃくちゃ好きなの。いやそうですね、結果、まあ、勝った勝因としてはヤットさんがいなかったっか、まあ、そうだね、はい、やっぱり古川と違うもう永久追放で、はい、そうですね、はい、あーって言ってるところしか見たことないのよ、はい、またねこういう機会があれば見たいと思いますんで、ね、今日は村田さんに呼んでもらって、はい、本当に楽しい時間を過ごしてもらって、はい、無事34歳迎えることになりました。確かに今日、うん、ハッピーバースデーだ。ハッピーバースデーね、はい、そうだ本当にいい誕生日迎えて、はい、それではチャンネル登録高評価よろしくお願いします、はい、バイバイ。